はい、こんにちは。こんにちは。じゅんです。ゆきです。金本です。流れがいい。はい。はい、今日は5回目。5回目のです。最終日。今日が最後ということで、はい、応援に来ました。ありがとうございます。はい、フェアウェイウッドとドライバーがメイン。はい。で、パターやります。おー。パッティングリアンです。パターやります。はい。よろしくお願いします。お願いします。頑張ります。お願いします。まずちっちゃいスイング。グリップ大事です。おお、ナイス。うん。ナイス、ナイス。おお。あれぐらいの右アウト。四番ウッド。四番ウッドです。今、ウッドが打てない課題です。そう、これを。最終だから。もういいね。悪くない。どうしても下から握っちゃうってことですか。右がこうなりすぎちゃうから。こうなりすぎちゃうから。はい。上から。そう、上からね。おー。グリップが大切だ。左手こうで、右の目を抜いて、ちょっとパーの。すごい細かいけど、ここまでやった方がいいです。うん、やった、気持ちいい、完璧。なんかマットが違う。そうなんです。マット変えて、はい、これラフマットって言って、ちょっとこう毛が生えてるんですけど、どっちかっていうとコースに近いのはこっちなんですよ。うんうんうん、あの都内の練習場ってこれ下コンクリだから、はい、跳ねちゃうんですね、これだと、はい。かつ前回ちょっとフェアウェイウッドクラブ跳ねてたんで、今日ちょっと跳ねないような感触でいい感触にしたかったから、これに用意しておきました。なるほど。じゃあ今度はこっちに変えます。ドライバーだからですね。はい、ドライバーだから。はい。太もも前。がグリップエンドです。グリップエンドは左足かかと線上。そう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 。左足かかと線上にセットされてますよね。はい。で、右足が動くから頭が動くんです。もう一回戻してもらって、頭がこう。ビハインドザボールって言うんですけど、後ろから動く。ビハインドザボール。これがスイング軸になるから、このままで振りたいんです。はい。だからちょっと背骨が少しこうなってます。だから右6、左4ぐらい。はい。こうじゃなくて、ちょっとこうなるってことですよね。そういうこと、そういうこと。そうなっちゃうはず。ドライバーはね、はい、そういう軸で打ちたいよってことです、はい、でちょっと素振りしてみましょうか。もう忘れちゃった。すごくいい、いい。もう打ちます。うん、いいかな。オッケー、いいでしょ。飛びましたね。おお、いいよ。ドライバー打てると気持ちいいですよね。なんかこれを上上げた時のこの位置が合ってるのか、ここでグラグラってなっちゃう。バックスイング。バックスイング。コックって言いましたね。はい。コックの時は肘と手首が必ず曲がる、一緒にセットで肘だけが曲がるとかないんですね、はい、この肘の曲がりに任せちゃっていいと思います。目線変わってなければ、それこそこのスイングプレーンってあんまりこの位置気にしなくていい、はい、ある程度の遊びは大事ですよ。ただグニャグニャしすぎは良くないけど、見てる限りでは大丈夫、うん、はい、右肩がまた前に出ちゃってる。そうそうそう。おー、これ。
ぐにゃぐにゃしてないです。してないですか？大丈夫です。今、ラウンドを想定したドライバーの打ち方。やってないです。じゃあ、自分一回ちょっとやります。はい、これコースはちょっとお願いします。最初のティーショット。ティーグラウンド。ティーグラウンド。これ、あの雑談ですけど、今年までです。ティーインググラウンドとティーグラウンドって使うんです。来年からルールが変わって、ティーイングエリアっていう、はい、ティーイングエリアっていう名前に変わりますから、最初ですね、ティーアップしますと、はい、で、皆さん一緒になったらお願いしますお願いしますって言います、はい、で、素振りします。これ自分のやり方ですよ。素振りしますと後ろ下がります。こうします。ここにボールと目標本が入ってます。なので手前に目標を作れる。この中にやってる人いる。それそう、ここに目標を作ります。はい、目標図見ながらスパッと見ながら回り込みます。回り込む、バンバンチラッと見て、はい、これワッグルと言います。動かすやつ、ここに上げてここに下ろすよっていう動作をワッグルと言います、はい、これをやってから打ちます。おー早い。コースでね。ありがとうございます。コースでやる。これはね、人によって、まあ、これはルーティーンって言うんですけど、そう違います、はい、だいたいティーアップしてから打てるまで30秒以内で打ちたい。30秒以内、はい、ティーを刺してお願いします。可愛く挨拶素振りをして、この確認が必要なんですよね。はい、そう、ね、そう見ますと、ちょっとイメージ伸びてください。しまっ、あ、OK、サイズがやっぱちょっと確認することがなくなると見に行っちゃいます。まあグリップもちょっと甘かった。でもまあそのルーティンをやった方がいいですよ。わかりました。なるべく最初のうちからやった方が早くそれができる。はい、ジュンさんのルーティンです。はい、まあ結構ね、刺すところから、はい、あ、そうですね、後ろです。私は後ろから見て、はいはいはい、刺します。よろしくお願いします。かわいい挨拶。かわいい挨拶、はい、で、見て、見ながら結構普通にこう素振りします。こういう感じで後ろからタイプ、はい、で、ここでは目標見ません、はい、見ない。スクエアに構えたいので、はい、でしっかりスクエアに構えたなと思ったら、うん、見ます。こちら、そして振ります。素晴らしい。うーん、今突然ドライバー振ってすごい引っ掛けたけどね。さすが先生。でもいい、こんな感じでさすがです。やってます。はい、はい、おお、こんなにまっすぐ。どうですか今。よかったよ。すごい高く上がったでしょ。普通あれくらいこう上に上がってくるんです。うまく打てると、はいはい、納得ですか。納得です。はい、ありがとうございます。さあパッティングの練習を、パッティングを練習します。はい、こちらパターですね。はい、パターです。はい、おお、人工芝です。人工芝、すごい。ただですね、あの、すごい綺麗なんですけど、はい、10年以上経っててもう芝も短くなってるんで、はい、すごい球の転がり早いです。だいたい何フィートな感じですか。はい、14フィートマスターズと一緒って言われてます。なかなか日本の試合でも14フィートはあまりないから、数字が多い方が速い、転がりますよと。へえ、はい、なるほど、はいはい、なのでちょっとさっき水撒いたんですけど。あ、そうなんですね。この辺ね、ちょっと乾いた。あ、本当だ、はい、ちょっと待ってください。おねしょしたみたいになってる。そう、パターは型がないというか、はい、自由と言われてます。自由、定型がないって言われてますが、はい、そうは言ってもやっていいこと、悪いことあるので、はい、まずはですね、まっすぐやっぱり立ちましょう。平行にね、電車のレールみたいな平行にまっすぐ。あと基本ボールは以前のスクールでは左目の下あたり、左目の下あたりにボール来ますよっていうことになってますね。はい、だクラブヘッドがまあ真ん中ぐらい。クラブヘッドは真ん中。ただあの、絶対左目の下でやってねってことではないです。最初に形を作るので、まっすぐ肩幅ぐらい左目の下です。で、握り方は
いろいろありますが、今向こうで打ったショットの握り方でもいいし、はい、まあ、パターで多いのは逆オーバーラッピング、うん、あと自分がやってるのはクロスハンドって言って逆です。いや、ちょっと気持ち悪いな。気持ち悪いでしょ。これがまっすぐ行くからこれにしてる。へー、僕はですよ。あとまあ離してる。で、離していくとかね。なるほど、なるほど。何でもいいんですね、うん、本当に。手首だけで打つとか、ね、へえ。肩のストロークで打つから、こう五角形を作ってこうやって打つとか。うん、結構その昔はこの五角形が流行ってたみたいで、ショルダーストローク、まあ一番多いのはコンビネーションって言って肩と手首両方使う、うん、でもなんか悪いかな、なんか変だよ、うん、まあ今ブランと下げて打つ人が多い、うん、そうです ね。で、違反はこの肘、これでこうやって持って固定してとか、あの長尺パターで、長尺パター使うのはいいんですけど、胸のところで固定して打つ、肘はダメだ、肘ダメです、肘から下だったら OK です、うん、はい、でもまあオーソドックスに、うん、そうですね、いきましょうね、はい、はい、ラインをね、はい、しゃがんで低い位置、なぜかというと高い位置だと分かりづらい、分かりづらい、まっすぐなんです、しゃがんで真後ろに立って、まっすぐもない、分かりづらいもないですよね、そしたら手前にやっぱり目標をちょっと作るんですね。これは自分でイメージ作るんですよ。イメージ。手前に目標を作る。そしたらここのクラブフェイス合わせやすいじゃないですか。はい、すごい遠いとどっちに向いてるかわかんない。で、かつこんなになっちゃったりするから、手前にちゃんと目標を、これ仮想のイメージだとして、ここです。はい、やっぱりカップ見てすぐにです。カップ見てすぐにすると目から情報入るから、すごい遠かったらちょっと早くしたらちょっとこう大きくなると思うんです。ただすごい近い、じゃあここだとしたらここ見て素振りするからこうすごいちっちゃくなります。だから必ずカップ見て素振り。見ながら素振り。ただカップ見て素振りを何回もやってると遅くなるから、やっぱプレーファーストってプレーは早くしないと。はい、3回ぐらいまで。はい、例えば素振りしたと。このフィニッシュ止まった位置。スピードインプットして、ちらっと見て、うわぁ、すごい、はい、よかったです、さすが、ゆきさんの打ちたいように素振りもちょっとやってみる、絶対これ、素振り通りの、そう、だいたい肩最初から切ります、うん、強い、さっきのじゃ強かったから、うん、すごいいいですよ、素晴らしい、おお調子いいね、今日はグリーンで人工芝だから芝硬いですけど、かかと引きずらない、走っちゃダメ、あ、走っちゃダメ、ちゃんとこう歩いて、まあ自分とか走っちゃダメですよ、よく走れって言いますけど、ここの中はダメなんですか、うん、からここの外の、このちょっと入るところは走っていいけど、まあコースは走らなくてもできるはず、走れってよくじゅんさんに、うん、ね、最初僕も走れって言われました、はい、でも走らないでできることをちゃんと自分で目標に、うんうん、容量良くなれば走らないでできること、うん、まあミスしたら走る、そう、ミスしたらでも走んないとまずいかも、うん、走んなくていいって先生言ってたもんとかなしですよ、うん、それはちょっとね、やっぱ小橋で言って走、はい、打たないと、頑張ります、はい、基本ずっと走るなってことですよ、マラソンみたいになっちゃう、はい、はい、まだ最初の時期は走ってていいですか、はい、じゃあ今度あっち、ちゃんと先生がマナーについても教えてくれてます、ちょっと答えは言いませんから、おお。ある意味ちゃんと素振り通りやってくれました今のを想定して、どっち曲がると思いました、しかも。どっちに曲がる？まっすぐ来ると思いました。まっすぐ行っちゃうと思いました。もう一回じゃあやってみましょう。だから絶対適当な素振りなしですよ。はい。素振り通りに行きたい。じゃあもうちょっとさっきよりは。これぐらいかな。私にはね、フックに見えるんですね。お、いいよ。ナイスタッチ。早い。ナイスタッチっていうのは距離感が合いましたね。左に行っちゃうんですね。うん、そ
そういうことです。あ、ってことは若干こっち側を狙って打つ。そうですね、目標がなんか2つか3つになるかもしれない。カップ見ながらスプリします。そうだった、そうそうそう、もう絶対素振りしていこう。うまい、素晴らしい、入れ、ナイス。だからこうやってこれぐらいのパットを2台以内でいけると。え、でも今日は本当に調子がいいだけです。いや、実力です。でも悪いですよ、実力って思ってた方がいいですよ、ゴルフは。はい、はい、調子がいいと思うと今度下がっちゃうから。なるほど、これ普通、調子悪い時期も普通、普通と思っていいです、はい、パット数多い人は滑り通りじゃない、うん、だから本当に適当な素振りはしない。適当な素振りするんだったらしない方がいいぐらい、うん、なんかこう行くねとかってやって入ってる試し、あんまり入ってる人いないですよ、うん、そうですよね、うん、なのでちゃんとこう外から見ててもあ、この人ちゃんと狙ってるなとか、うんうん、あ、なんか入りそうってならない限り多分バタスって減らないような気がするから。はい、ゆきちゃん、はい、5回レッスン終わりました。ありがとうございます。次回はですね、はい、なんとラウンドレッスン、ラウンド、ついに、はい、イエイ、先生と一緒に見ちゃいます。東アビコカントリークラブハーフ、ハーフですね、はい、できます、はい、私も駆けつけますので、はい、はい、やった、ラウンドレッスン、うん、9ホール、ゆきちゃん、はい、頑張ってください。頑張ります、はい、お願いします。レッスンで学んだことを、はい、活かせるようにちょっと練習も行きます、はい、そうですね、その間ちょっと練習いただいて、はい、いいイメージでコースに行きます。はい、頑張ります。じゃあ次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ゆきちゃん、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。バイバーイ、バイバーイ。